しになっている方、それから今全国の自宅でネットで見ている方に安倍さんからメッセージをお願いします。安倍政権はまずは経済最優先で取り組んでいきます。今年よりも来年生活が良かったら、あるいは給料が上がったら、そう思ってもらえるような日本を作っていきたい、こんなように思います。幸い今日はお天気ですね、はい、この連休どうやら割と天気が良さそうです、はいはい、天気になるということでも、これ景気にも大きなプラスになっていきますね、はい、そういう意味においてもとにかく景気が良くなって、みんながウキウキできるような、そういう日本を作りたいと思います、はい。